偉人散歩。さあもう一つね、有名な銅像ありますから。見たことあるやつ。うん、なんだろう。さあこの文字覚えてない。あ、この間のケーテンアイゼン。はい、こちらが西郷隆盛像です。初めて見たかも、ここで。本当？超リアルガチじゃん、すごい。上野公園に西郷隆盛の銅像が建てられたのは明治31年。とにかく人望が厚く、多くの人から愛された西郷さん。あ、西郷さんの生涯についてはこちらの動画で詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。そんな西郷さんの銅像の建設には、なんと2万5000人以上の寄付金が集まったそうです。江戸幕府を完全に終わらせるために攻め込んだ場所ということで、上野に銅像が建てられたんですが、軍服だと反政府的な感情を刺激するなどの理由から、山にウサギ狩りに行く時の服装にしたんだとか。そんな上野の西郷さん、他にもこんな工夫が。ルビちゃんさ、これ見て気づくことない？結構顔がでかいんだよね、バランス的に。そうなの？うん、普通の人よりかも顔でかいでしょ、これどう見たってさ。え、そういう人なのかなと思ったこれはね、一応こう下から見上げた時にちょうどいいバランスで見れるようにね、計算して作ったんだって。マジで？そしたらすごい正面で見たい。え、でも本当に同じさ、この目線で見たい。そっか、ベビちゃんちっちゃいからもともと見上げた感じになっちゃうんだねどれ、わかんない。そっか、もっと近くで見えたらいいのにな。そうだね。奥さんのいとこさんがね、あのそこの銅像をさ、除幕式の時にさ、見に来てね、うちの人は古元人じゃなかっつってさ、顔が違うよって言ってた。うん、それね、顔が違うっていう説と、うちの旦那はこんな格好はしてないっていう意味とね、まあどっちかって言われてんだけどね。ただどっちみち西郷さん、ほら前も言ったようにさ、写真が残ってないから、弟の鶴光さんといとこの大山巌さんをね、こうなんかミックスして、まあ、作ったらしいんだけどね。渋谷にある銅像と混ざる、なんか混乱するんだけど。渋谷にある銅像、ハチ公のこと、ハチ公と一緒になっちゃうの。なんか今やっと分かった。そっか、これがね、メインストリートなのかな、公園の。あ、来たことある。来たことある？でもね、これは見たことないと思うんだ。ちょっとね、穴場の銅像があるんだよね。そう、これちょっとね、左に入ってこっか。あ、あった。そう、はい、こちらの銅像はボードワン博士の銅像です。はい、これはね、オランダのね、軍医さんです。日本人っぽい顔。うん、この上野公園のあたりがさ、昔は寛永寺ってお寺だったでしょ、だけど上野戦争でさ、ほとんどもうさ、焼けちゃって、もうこの辺荒れてたのね、で、もうここどうするってことになった時にさ、このね、ボードワンさんが、いやー、これね、優れた自然がいっぱいあるから、ここは公園にすべきですよと提案したんだよね。で、その提案が通って、政府がここをね、公園にしようって決めたんだって。そういう人が言い出したってこと？そう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 、これは日本人じゃなくてオランダ人がさ提案したんだ。おしゃれだね、やっぱ考えることだ ね。このボードワン博士とさ、天海さんがいなかったらさ、上野の花見もできなかったってことだよ。そっか、うん、博士からの天童寺からのベビちゃん。ベビちゃんダメ、ちゃんアップダメです。ベビちゃんアップ禁止なの？禁止。なんで？アラが出るから。アラが出るからさらに国立科学博物館のそばには、ベビちゃんがおそらく毎日見ているあの偉人の銅像が。見てないよ、子供しか。子供も毎日見てないからそっか。さあ、あ、見つけた？
いた。お、さあ、あれは誰の仏像でしょうか。あのくるくるの髪の毛は野口英世だ。ピンポーン。すごいね、くるくるの髪の毛で分かった。うん、へえ。でも毎日見てないよ。なんで。どこで見るの。検察でしょ。え、そうなの。意識してなかった。知らなかった。財布にいない。検察もない。この人もいないし、もう一人の人もいないし、もう一人の人もいない。すごい悲しい話になってきちゃったな。やばいよね。うん、まあ俺も人のこと言えないけどね。え、でもちょっとなんか顔違う。ちょっと唇になってきてるの。すごいタラコ唇になってる。タラコ唇になってるね、確かに。千円札でおなじみの野口英世さんは、梅毒スピロヘータという細菌の研究などが認められ、ノーベル賞候補に3回も選ばれた世界的な細菌学者。ところが、アフリカで黄熱病の研究をしていた時、自分も感染してしまい、命を落としてしまうんです。かかっちゃったの。そう、コロナ研究しててコロナにかかっちゃう的な。そうそうそう、もうね、自分はね、自分は絶対もう抗体持ってるから大丈夫って信じきってたらしいんだよね。助手のね、ヤングさんっていう助手は反対したんだけど、先生危ないからやめときましょうよって言ったんだけど、大丈夫大丈夫って言ってさ、研究してたら案の定さ、感染しちゃって、でヤングさんの女に巻き込まれて死んじゃったんだよね。かわいそう。でね、この野口英世さんね、ほら子供の頃さ、いろりに落ちて火傷してさ、左手が不自由になっちゃったとか、そういうなんか美談が多い人じゃん。知らない。知らない。なんかちっちゃい頃にさ、いろりに落っこっちゃったんだって。そう、で火傷してさ、左手がさ、こう使えなくなっちゃうの。だけど、めげずに勉強してさ、でこれだけのさ、成果を残した人って言われてるのね。だから左手ポケットに入れてるの。そう、ポケットに入れてないよ、グーだった。グーだったか。グーグーかー。野口ポーズ、野口ポーズ。違うポーズになっちゃう。そっか。うん、そんな野口英世さんにはこんな一面も。人間的にはさ、仕事はめちゃくちゃできる人だけど、うん、まあ相当な借金王だったんだよね。すいません。本当にさ、6月ぐらいから借金するやつって、すいません。もうね、まずね、うん、人に借りた金は返さない。ほんといろんな恩師とか友人とかさ、いろんな人からお金借りてんだけど、まあ返さない。でもそれでも貸してくれる人いるっていうのすごいよね。でもさ、恩師がまためちゃくちゃいい人でさ、うん、そんなさ、野口英世にさ頼まれるとさ、勝手に金貸しちゃうんだよね。自分が借金してても金貸しちゃうんだよ。人は安すぎる。それだけの価値があるってことかな。もうね、俺もね、ちょっと自分で言ってて辛いとこあるんだけど、まあとにかくさ、そういうさ、アメリカ行くためのお金とかさ、うん、研究のお金とかさ、うん、そういう名目でさ、まだそれに使ってればいいよ、うん、結局遊びとかに使っちゃってさ、お金なくなっちゃうんだよ。すいません。だからね、はい、一番ひどいのは、うん、婚約者のさ、うん、親からもさ、結婚資金だっつってすごいさ、多額のお金をさ、うん、先にもらってさ、うん、でまたその金を使い込んじゃってさ、うん、しまいには結婚しないっていうね。やば、金だけもらっていて。頭おかしいじゃん、やっぱ。もうほぼ結婚詐欺だよね。うん、うん、まあそんなね、一面もあったんだよね、野口英世さんは。うーん、うん、遊びって何の遊びしてたんだろう、この人は。女遊びもしただろうし、あとね、ビリヤードが好きだったなんて話もあるね。うん、賭けビリヤードとかやってたんじゃない、多分。まああとはそういう酒とかもさ、多分好きだったな。すいません。俺なんか親近感はあるけどね、まあ、そういうさ、完璧な人間なんていないっていうことで言うとさ、野口英世からの借金コラボ。コラボ。借金王からの借金王。なんだよ。ちなみに野口英世さん、上野には特にゆかりはなく、他の場所の許可が下りなかったので、ここに石碑を建てたんだって。上野公園を散策しましたが、どうでしたか。楽しかった。もし皆さんも上野公園に来たら、いろいろ散策してね、銅像とか、見つけてみてはいかがでしょうか。うん。
公園楽しいよね。うん、あとちょっとカフェとかところどころあるからさ、そうだね、休みながらね、のんびりできるよね。ね、うん、そういう公園デートっていうのもね、うん、よろしいんではないでしょうか。ということで、テクテク偉人散歩でした。